実験経済学第3回株式市場におけるバブルの実験です。担当はいつもの和田良子です。さて、えー、こちらのスライドはですね、第3回の1となっていますけれども、えー、第3回のほとんどの内容はこちらのスライドで終わりとなります、えー。皆さんに出しているアンケートの結果が分かったら、内容的にこの第3回の ② 2というのが、えー、出てきますので、少々お待ちください。 さて株価がですねよくあの高すぎるとか低すぎるとかいうねそういうあの議論をですね聞いたことがあるかもしれないんですけれども市場で、えー、ね成立している株価っていうのは需要と供給をね表しているわけですよね。もちろん株価もま資産価格もですね背景にはそれを欲しいとする投資家それを手放してもいいとする投資家。このね 両者のバランスがあったところで株価が決まっているんですけれどもそれだけではなくてファンダメンタルズといってそもそもですね欲しいとか欲し、まあ、手放してもいいとかそういったことの背景にある理論値があります。そののの理理論論値値をを求求めめてていきまますすさて今日のアウトラインです、ま、ず株価の理論値を求める この株価の理論値、ファンダメンタルズ・バリューとも呼ばれるんですけれども、えー、ここの解説はちょっとですね、すごくあの退屈なので我慢をしてください。そして今日はの問題に出ています、小テストに出ています、えー、永続価値というものを求めるというところがですね、この理論値を求めるというところの先にございますので、 実際はですね映像価値を求めること自体は簡単なんですがその背景を知っていただくとよりいいなということで少しばかり退屈な講義をいたします株価の理論値が分かったところで実はですね1980年代にこの学会を席巻していたバブルの可能性がないつまり 株価がですね、長期にわたって理論値から上に乖離するという可能性がないとする効率的市場仮説というものがこう、ね、出てきましてそれがですね非常にこうブームになっていましたその考え方がどうして生まれたのかそしてその考え方が正しいのかどうかといったことも含めてですね、解説をしていきます。 ちょっと、えーまあ、ネタバレにはなってしまうんですけれども効率的市場仮説の考え方が出てきた背景はとても、えー、納得がいくものではあったんですけれども、まあ、しかしながらですね実際、市場の動きを観察していますとですね、まあ、あの株式市場はそんな理論で説明できるあのことばかりではないですよ。 えー、まあ、なかなか説明がしにくいような、あのまりと言われる現象がありますよというですね。まあ、ド動ファイナンスからの反論があります。そちらも少しですね、説明をしておきます。そして、そこまでですね。まあ、理論値、そしてさらにまあ、効率的市場仮説というね、理論。 そしてそこに対する行動ファイナンスからの批判ということで全然実験経済学出てきてないじゃんということなんですけれどもいよいよですねバーノン・スミスによる株式市場の実験というですね、まあ、スミス他によるですね株式市場の実験におけるバブルの生成というですねこちらの話題を紹介したいと思います。 さて、第7項の株式市場におけるバブルの生成というね、えー、教科書を読んでいただくと、えー、1980年代の後半にですね私が体験したバブル、ねえー、この話が少し載っているんですけれども、えー、このスライドではですね皆さんにとって退屈な、ね、昔話はやめて、えー、いきなり理論的な話に入っていきます。 バブルというのは何かというとそれはですね市場の株価が理論値と比べて長期にわたって上に乖離することこれがバブルです日経平均が3万円を回復した時にもやっぱりそのような株価は、ね、今コロナのもとにあって苦しい企業が多い中で 高すぎるのではないかといったね議論がやっぱりなされました。で、ではですね、今市場で成立している株価っていうのは、まあ、バブルなのかどうか。で、これを知るためにはですね、えー、まあ、経済の実態の値に基づいた株価の理論値を知るべきなんです。株式とは資産の一つです。 特に株式は金融資産ですね。資産の中には金融資産そして金融資産でない例えばですね土地とか建物といったような資産もありますね絵画も資産になりえますしかしながら株式はですね配当という、まあ、あの将来にわたるキャッシュフローを生み出してくれる資産の一つですそして資産とは 将来のキャッシュを一定期間または永遠と見なせるほど長期にわたって見出せるものです。まあ、例えば一つの企業が100年続けば100年企業といってね素晴らしいことなんですけれどもその企業がですねもし、 まあ自分がですね株を持ってからもうなくなるまでずっとその企業から配当を得られるということであればそれはねもう永遠と見なしてもいいかなというふうに思いますけれどもまあ企業がですねあの永続することを「ゴーイングコンサーン」というふうに言うんですけれどもそれを前提として株価の理論値をこれから導いていきます。 株価とはその株式が将来生み出す配当ですねキャッシュフローの価値をそのまま足し上げていくんじゃなくて例えば100年企業の100年目の配当っていうのは今考えるとですねちょっと目減りしてるんですねそれは物価が高くなってるとかそういうことではなくてもあの、まあ、将来受け取る、ね、100, 100円と今受け取る100円って全然意味が違うじゃないですか。 そういう意味で、その現在価値に割り引いたもの、これを表しています。さて、株価の理論値、ここはですね、126ページをご用意ください。ファンダメンタルズ・バリューというふうに言われるものですけれども、まずですね、株主は一般的に税引き後の利益から2回配当を受け取ります。 でこの配当の金額はですねあの年1回の株主総会の時きに、まあ、1年分、ね、の配当としてこれになりますということで議題としてこれでいいですかという上呈をしましてそして賛成多数で、えーね、あの議決されましたという、ね、すごく大事なあの議題になるんですね。株主総会で決めることはあの取締役がこの人でいいですかということと配当、これでいいですかということになりますねほとんどはね。 であのこの時にあの反対されると,、えー、とちょっと大揉めになってしまうということなんですよね。であのまあ、皆さんご存知のユーチューバーとして今ね大,大活躍されている堀エモ門さんがですね最後の方ライブドアを大きくするためにどんどんこう買収をしていって。 でその途中でですね配当が出せないという時に株主からすごくまあ怒られてですねまあ,あのそうですね総会でかなり揉めてでその時に涙ながらにですねあの、まあ、皆さんにいずれお返しするからみたいな形であの訴えるっていうね、まあ、ちょっとすごくあの私としては本当に記憶に残ってるんですね。まあ、彼はの本当に資本市場の革命家だったんですけれども、まあ、ちょっとあの非常に目立つあのね テレビ局の買収というのをしようとしてまあ失敗したっていうことと、それからまああのね紛失決済があったということでなんとですね逮捕されてしまいました。まあ、ちょっとこの辺の話をですね皆さんあの興味を持ったらねいろいろ調べていただくとあの面白いかなと思うんですけど、まずはね一旦話をこのねファンダメンタルズバリューに戻します。 えーとですね、株価を求める時にこれから先の話としてです、ね、利益をを全額配当すするいいう過程を使いますそれはです、ね、もちろん計算を簡単にするためなんですけれども、ね、株主が毎期毎期の、ね、企業の利益を全部配当として受け取るっていうことを、ね、前提としてお話をしていくんですけども配当されなかった利益っていうのは、まあ、利益剰余金。 ですね、これは会計上の言葉になりますし内部留保っていうふうに経済学の授業ではね勉強では習うんですけれどもこれはですね従、ね、って株価の値上がり益としてまた株主のところに戻ってきますしたがってですね簡便化のために利益イコール配当として株価の理論値を求めても全く問題はありません まあ、ここの照、ね、明も、ね、入れるとちょっと面倒くさいので、えー、このスライドにはもう入れていません。まあ、あの先ほどしたあの堀エモ門の,、ね、あのお話は、まあ、あのですから配当があるときってじゃどういうときなのかっていうと、えーまあ、もちろん、ね、株主の人へのシグナル効果っていうのもあるんですよね。あのまあ ちゃんとね、儲かったからあの配当するので株を持っていてくださいという、ね、シグナル効果もありますし、まあ、あの持っていることへのお礼というのもありますしそして、えーまあ、投資をする先がですね、そんなに見当たらないというか再投資するのにすごく絶好のチャンスがね、目の前にあるのであれば全,部全額再投資しますということでも株主はですね、むしろ喜ぶわけですよね。 でですの,でト,ヨタ自動あの、ね、トヨタさんなんかはあの、まあ、そういう,です、ね、もう絶好調のです、ね、もう利益として最高益を上げましたという時にえ配当が、まあ、あまりなかったという時もありますけれどもそれでもです、ね、株主はもう全然もう株価が上がっていくから、ね、もうぜひそうしてくださいみたいな感じで、えー、もう全くあの揉めなかったみたいなこともあのございます。 まあこのようにですね、配当イコール利益というふうにあの仮定して計算することなら問題がないというふうに思ってください。毎年の配当を、DI、というふうふに書きますで、まあ,あ、配当2回あるんですけど、ちょっと簡単化のために、1年1回の配当という形で計算をさせてください。 まああの毎期の配当が DI であればその、ね、DI は今から I 年後に入る配当となります。したがって配当落ちって言うんですけど配当があった後にその株を手に入れて1年後の株を、ね、株からの配当を待つところから始めるって考えてください。 で、それからですね、ちょっともう一つ、あの、難しい話があるんですけれども、企業が活動資金を集めるためには、あの、コストがかかります。それはですね、ちょっと次のスライドで説明していますけれども、その資本コストっていうのをローで表現します。するとですね、株価の現在価値は以下の式で表されます。 さて、えー、この式をですね説明する前にまずちょっと大変申し訳ないんですけども126ページの教科書にですねあのミスを見つけました。でそれはですね式の p= のールの,後の式、えー、d 1が正しいんですよ。d1 割ることの1プラスロープラス d2 割ることの1プラスローの2乗っていうのは正しいのに、あのー、このですね0と1になってたんですね。 うん,うんあのまあこういうのがね見つかるのがねあの授業させていただいて本当ありがたいんですけどあの、ね、ご容赦くださいさあそしてですねこの式の意味なんですけれども、えー、次のようにお考えくださいまずですね1年目の配当をえっ、ー、とね D+ ね 1>, 1年目の配当 D1 がですね、えーまあ、1年後に入ってくるんですけれども、えー、それをですね、1プラスローでこう割り引くということをしています。でこの、ね、資本コストローは、例えばですね、あのー、全部その投資資金を借金で賄ったとしたら、全部金利になるんですよ。で今、金利すごく低いのでね、あのー、まあなんか、 例えばねあの一般の方が例えば車を買いますとか言っても2%ローンで大丈夫ですとかねそんな状態じゃないですか。でそうするとこのローンは0.02になりますから1プラス0.02で割り、ね、引くつまり1.02で D1 を割り引くということになります。 でこのですね割り引くことの意味をちょっとですね次のスライドで、えー、説明をいたしますのでまずは式としてはですねえっとこうなるよということで先にですねこの P イコールという式全体をね説明させてください1年目、えー、ね1年後に入ってくる配当は1プラスローで割引2年後に入ってくる配当はこのね H プラスローっていうのの,の2乗で割り引くんですね。これどういうことかっていうと、資本コストローがまあ未来英語続くっていうふうに考えているんですけども。 まあこれもね厳密に言うとあの1年後までの資本コストと2年後までの資本コストっていうのを考えたら1プラスロー 1×1 プラスロー2になるんですけどまあ未来英語をね資本コストローあるいは平均的な資本コストローというふうに考えるとこんなふうにえ単純に1プラスローの2乗で割り引くということができますまあ2年後なのでなんかこうねふくりみたいにあの2回割り引くんだなっていうふうに考えてください でそんなふうにして3年後の配当は1プラスローの3乗で割引というような形で N 年後までそれが続きます。で未来永劫ということなの,なのでもし N をですね無限大に持ってくるともう後ろの方はなんかねあの例えば1プラスローが 1. 点例えば0.2であってもですね1.01であっても あの一よりも大きいものを無限大乗したらもう無限大になりますよね。だから結局ですねこのお尻の方のあの項はあまり考えなくていいんだなって思ってください。それでは来期の配当のえー、例えば来期配当が D1 円入るというふうにね書いてありますけれどもこれを現在価値に直すための式がですね。 え、1プラスローで割ってあったわけですが、この式がどうやって出てきたかということを、ここで解説をしています。今、利益を生むための活動資金をですね99、99%借り入れで賄ったと単純化します。で、すると、借り入れ金利がもし年利2%であったのならば、資本コスト、 と言って企業が活動資金をですね調達する時にかかるコストはほぼ借入金利と同じになりますので0.02とおくことができます。 さあこの資本コストについては次のスライドでしっかりと説明をしますのでまずはここではですね資本コストがほぼ金利と同じとみなしていい場合っていうふうにちょっと単純化して考えてくださいなんで金利にするかっていうとやっぱり私たちあの預金をねするとまあ確かに今ですね 預金,金利は1年間で0.001%というですね、もう驚異的な低金利時代にいるんですけれども、それでも金利という考え方はまだ比較的慣れていますね。 でそれに対して資本コストで出てくる株主の要求に回りというのは少しですね慣れない概念なので、えー、この先のこのスライドの中の話はですね資本コストを金利と等しくなるように仮定をしていますさて金利が二パーセントの世界で百万円というですね価値今日百万円もらえたら どうするかということを考えるとまあ金利が2%の世界にね住んでないのでちょっと考えにくいかもしれませんけれどももしそんな銀行があったらその銀行においては、ね、1年間待てば来年ですね102万円をこう、まね、満期になりましたということで返してくれるわけですよね。ということは今日の100万円と来年の102万円が同じ価値があるということになります。 で、それをですね、きちんと式で書くと、百かける一プラスレイ点レイイコール百二となりますね。さて、今ですね、この今日の百万円というのと。来年の百二万円が等しいということをですね。この、先ほど説明した式に基づいて。形にするとですね、百イコール。 102割ると、まあ、両辺を 1+0.02 で割ってあげると今日の100万円というのが出てくるわけですね。でこれはですね102万円の現在価値は100万円というふうに現在価値はというふうに表現します。今ねアニメーションの方がこの来年の配当 D1 円はという方から来たと思うんですけど 来年の配当 D1 円は一体今日のいくらなのかということを考えてみましょう。で今日のいくらというのを D0 円というふうにね便宜的に書いております先ほど預金の例では金利というね慣れ親しんだ言葉を用いて 100×1+0.02 は102ですよというねこの関係を用いました。 その関係によく似ている、えー、関係式つまり来年の配当 D1 円って一体今年の、ね、D0 円っていうね現在価値を用いるとその D1 円はどうやって出てきたのかなっていうのを考えますするとそれはですね今日の D0 円に1プラスローを をかけてあげたら D1 円になったんだなっていうふうに考えることができますまあ、これ金利2%の世界だから1プラス0.02で構わないんですよでその0.02っていうのが金利なんですけれども今この企業にとっては活動資金を99.9%借り入れで賄っているのでそれはすなわち資本コストロー と等しいわけでたがって今ですね先ほどの式の 1+0.02 のところを、まあ、心の中で一旦 R に置き換えて、ね、金利 R に置き換えてさらにそれが活動資金99.9%借り入れで賄っているからそれって資本コストローだよねっていうことでこう2回置き換えて 1+ ローという式にしています。 いよいよ配当 D1 円の現在価値を出す準備ができました。一つ上の式ですね d 0 1ル d 1ということから簡単に両辺を1プラスローで割ってあげて d 0イコール1プラスロー分の D1 という式が出てきました。 D1 プラスローと資本コストで一気割り引いているので、この配当 D1 の現在価値は D0 万円というふうに書いてますけれども、紫色の字でですね、これを割引か価値と、割引現在価値というふうにも表現します。割り引いているということなんですね。さて、ね、1年後の ある金額ねここでは配当 D1 円でしたけれどもこれを1年分割引くということが資本コスト1年分で割り引いてあげればいいねばってあげればいいですよってことが分かったので今度はですね2年後の配当 D2 円をこう1年経ったところで評価したらいくらになるのかなっていうのを考えるとそれは d 2 ÷ 1プラスロー円になります。 まあちょっとね畳みかけていますけれどもで次にですねさらに、えー、じゃあ2年後の配当 D2 円の現在価値はどういうふうに計算するのかっていうと今1つ上の行に計算してあるネクロージで書いてある1プラス6分の D1 っていうねこの式をもう一回割り引いてあげればいいっていうことになりますので えーね下側の一番下の式ですね1プラスロー分の1かける1プラスロー分の D2 イコールということで1プラスローの2乗分の D の2というですね、えー、一つ前のスライドにおけるこの2年目の配当がね割り引かれている時の式が出てきました さあちょっと大変でしたね。えー、ここはですねあの私はすす。ごく大事だと思っていますつまり将来の価値を現在価値に直すということが企業においてもその意思決定の際にですねプロジェクトを採択する際にそのことができないと、えーまあ、大きいプロジェクトを選びすぎてしまうということがありえます。 まあちょっとねこの辺はあののそうですねこの実験経済学の授業においてはちょっとこれ以上はあの説明できないんですけれどもえなかなかですね重要なことを含んでいるので少し心に留めておいてください。さて先ほどのですねあの例では。 資本コストローは金利とほとんど等しいという仮定を用いていましたが一般的にはというか普通は企業が活動するためにはもちろん株式会社ですし、えーね、株主から集めるわけです。したがって、えー、ちゃんとです、ね、株主から集めた時のコストを、ね、あの考えた資本コストというのを説明しなければいけません。 企業が活動するときに資金を株主とそれからね銀行などを中心とした債権者から集めます債権者はですねあの社債という形で債権をあの発行することができるので必ずしも銀行というわけではないんですけれどもやはり銀行があの大きい役割を果たしていることもえ中小企業などでは、まあ、ほとんど銀行とかね新金さんとかそういったところになりますさあ 株主はです、ね、配当を期待してるわけですねそして債権者は金利を要求しているわけです。えー、さて私ねここでね教科書に、まあ、あのちょっとねなぜこの,あの記号になってしまったのかなと思ってちょっと、あのー、失敗したと思ってることがありましてそれですね。配当はディビダント なんですけれども配当利回りというかね配当利回りイコールまあ株主の要求利回りでいいんですけれどもあのそれもですね結局あのどうやって表現しようかなって思ったときにこれも配当と同じディビダンドの d を使いたくなっちゃうんですよねここちょっとね厳しかったですねちょっと紛らわしいですねこれはねはい 大変申し訳ないんですけれども、ちょっとね、この株式の利回りの D の方ですね、ちょっとこの、あの、書体を変えておきました。ね、えー、そうなんです。で株式の利回り、まあ、配当利回りですね、こちらは配当 D を株価 P で割ったものになります。でまあ、このようなね、利回りっていうのを考えてください。でこの利回りが、基本的にはですね、株主の、えーね、企業に要求する 要求利回りと考えていただいて大丈夫です株式に対して、ね、ストックに対して株主はです、ね、ストックを S だけ持っていたら、まあ、利回りが D なので DS という量を、えーね、あの私たちにくださいと言います。そして銀行は負債 負債の量が D 大文字の D あったらそれに対してその債権者銀行などの債権者は RD という金額を要求してきますそしてですねちょっとここからあの教科書と違う少し違う説明になっているんですねもちろん最終的にあの現れる式とかは一緒なんですけれどもどうやってこの先ねあの式を説明したら こう分かりやすいかなということでちょっと以下のような説明をしていきますさあ日本の簿記上では出てこない概念なんですが、えー、例えばですね少しファイナンスについてあの勉強しようとすると必ず出てくるそして、まあ、会計上あの国際会計上とても重要な概念にエビットというものがあります。 これですね、エビットのエビットは、あの、それぞれですね、えー、頭文字です。earning before interest and tax のね、頭文字で、えー、税引き前のね、before ね n before tax のところがね、税引き前なんですねで。この利子支払い前の利益ということで、before interest ということですね。うん。で利益が earning なので、えー、ね、エビットとなっています。 えまずですね利子っていうのは配当に優先して支払われてしかもですね損金扱いされますので課税されませんそれに対して利益っていうのがです、ね、出たらそこから課税されるんですね株主にあの、まあ、配られる前に、まあ、やっぱりそのね活動の母体となった国にお金をね払わなくちゃいけないんですね地方とかね でしたがってですね利益に課税される、まあ、実効税率っていうものなんですけどこれをタウというふうにしましょう。でそうするとですねこのえっと利子を支払った後に結局あのこの株主にねあのこの DS っていうこの金額を確保してあげる必要があるんですね。 今言ったことを式に直していくと、えっ、ー、と、エビットからまずね、金利を払うっていうことなので、えー、債権者がね、要求している、ね、上の方にありますよね、RD っていうのをエビットから引いてあげます。で、えっ、ー、と、そのね、そのうちのタウっていうのは、その税金がかかっちゃうんだけど、1マイナスタウは、 1マイナスタウっていう税金がかからない部分っていうのにこのエビットマイナス RD っていうのをかけてあげたものが、ね、そ,それがまあてあの株主の手元に残ればいいのでそれは DS ですってなります今出てきた式を1マイナスタウで、まあ、両辺を割ってあげるとエビットが出てきますね でしかもですねエビットマイナス RD っていうのがね残るんですけどもそのエビットマイナス RD の RD を、えー、と右側にねよくちょっとこう動かしてあげるとエビットイコール RD プラス1マイナスタウ分の1る d s という式が出てきますさて今資本コストを求めたいわけなんですけれども資本というのは 株式 S とそれから負債 D の合計です。株主から集めた資本が株式 S、そして債権者から集めた資本が負債 D になります。そしてここでですね、ちょっとあの考え方がね、こんがらがりそうな感じがするんだけれども、資本コストっていうのを考えるときに、結局資本を投下して、 それに対して上がってきた利益っていうのは結果的にはです、ね、株主に帰属するか債権者に帰属するということなので、えーね、S プラス D っていうです、ね、この両方の資本を使ってどれだけ、えーね、このエビット税引き前利子支払い前の利益を出すことができたのかということが分かれば。 それがすなわち税引きき前の資本コストととみなすことができます。こがでま実は今説明したところとっても大事で、あのー、利益を資本に対してどれだけ出したかっていうことを考えるとそれは利益率っていうことも言えるんですけれどもその ね、ちょっと繰り返しになるけどその利益が結局資本を出してくれた株主とそれから債権者に帰属するものだって考えるとそれなおねもう取りも直さずそのコストなんだなっていうことが分かるんですよね。うん深いね深いしここがすごい大事なんですよ。あのまあ、安倍政権で,です,、ね、すごく強く強 あのまあ、日本の経済をねこうちょっとこう強くしようということで頑張ったのがですねこの資本コストを8%以上にしましょうというねそういう活動だったんですよね。ただしそれがですね税引き前の資本コストではありませんよこれから説明する税引き後の資本コストに対して8%ねこれが欲しいと言ってきたわけです。 長い道のりでしたけれどもいよいよ税引き後の資本コストを求めることができます税引き後の資本コストは先ほどね出してきた税引き前の資本コストに1マイナスタウをかけてあげるだけでいいんですねうんでそれを出してみるとえローイコール、ね、1つこう間挟んでですね 1マイナスタウる、えー、r かける s d d 分の d プラス、えー、d かける s d 分の s とねちょっとこのキャピタル D とねスモール D が一緒になってるので、えー、ちょっとこの読み上げない方がむしろ分かりやすいかもしれないんですけれども、あのー、見ていただくと、えー、教科書の127ページとね同じ式がねちゃんと出てきています。 このピンクの四角で囲っている中に、えー、ね、真ん中ら辺に S プラス D 分の D ってありますよね。これは負債比率です。資金調達をどれぐらい債権者からしたかということになります。でそれに金利をかけてあげて、しかも、えー、税金がかからなかったということをですね、まあ、メリットですね、この節税効果を1マイナスタウで表しています。そして、 えこのね左側ですけれども S+D 分の S というのは株主資本比率とか自己資本比率ねちょっと厳密にはね株主資本と自己資本ってちょっと違うのでえまあね自己資本比率でいいかな。でかけるえスモール D ということで株主からどれぐらいお金を集めてきたかという部分に対しては当然ですね配当利回りを かけてあげるということになります、まあ、これが税引き後の資本コストの全容です。さて、えーね、資本コストの説明が終わると、えー株,のね、株価の理論値を出すことができるわけです。そして株価の理論値を出してきた時にそもそもですね p=1+0 分の d1。 プラス1プラスローの2乗分の D2 というような感じで出してきたんですけれどもこの D1D2D3 っていうのが、まあ、未来永劫配当があるっていうことは分かっていても実際それをですねあの予想することってできませんよね。しかしながら企業はですね、まああのまあ、2つあの企業のスタンスって大体ありまして1つはですね 利益が出たらその何パーセントを株主に還元するっていうふうに考えている企業とそれからですね、えっとまあ、大体あのどんなことがあっても支施できる金額を、えー、一定金額を配当するっていうふうに考えている企業とあります。 でそれに、まあ、その時その時ですねあのどうしても投資をしたい案件があるというかプロジェクトがある場合は、まあ、内部留保をより多くしたいということでちょっと配当比率を下げるとかねそういうのはあるんですけれども基本的にはですね今言ったような考え方に分かれると言えますでえっと2つ目のね私が説明した考え方つまり その配当金額を死守するというような考え方に立っている企業であれば過去の配当金額が一定ということが分かっていればその企業に関しては比較的簡単に永続価値を出すことができます配当支払いが未来永劫一定で D というふうに仮定しますその時の株価を V と置きますと その式はですね、この C 式のようになりますね。かっこ C の式のようになりますね。で、これはあの前のスライドで見たですね、P イコール、えー、1プラスロー分の D プラス…プラス、ね、1プラスローの N 乗分の D の N っていうのの、このね、I がね、あの一定になっただけです。 このカッコ C の中の D の上にね、棒がついてるのは、これは一定という意味です。で、この式をですね、あのもう1プラスローをかけてあげてっていう両辺にっていうね、あの前にやったのと同じようなことをやってあげると、このカッコ D 式っていうのになります。そしてえね D、D マイナス C、カッコ D マイナスカッコ C から、ここに書いてあるようなね、式が出てくるんですけれども、 で、このですね、あの一番左側の項ですね、d ィバー割ることの1プラスローの n 乗。このですね、1プラスローの n 乗が無限大になっていけば、当然ですね、d ィー r 割ることの1プラスローの n 乗っていうのは0になります。従って、永続価値は、ね、v はっていうことで、あのー、 V イコーーールロー分の、D、バーという式が出てきますこの永続価値の式を変えてあげると、ローイコール V 分の D バーとなります。これ、先ほどからですね、配当を一定に保つ企業があるということで説明をしていたんですけれども、ああ配当がそのまま利益。 であるという,ふうにねずっと仮定して話をしてきましたのでこの一定の配当っていうのが、まあ、一定の利益っていうふうに考えると、えー、実はですねそ,そうするとこの V のですね永続価値っていうのをですね、まあ、株価の一つのファンダメンタルズバリューというふうにね考えましょう。するとこの V 分の D バーというのが この利益をです、ね、株価で割ったプライス・アーニング・レーシオというものに非常に近くなってくるんですね。この永続価値の計算をしていると、実はです、ね、市場で売られているマンションの価格が、えーね、お得なのかどうかというのが分かります。それでは練習問題を解いてみましょう。 えー、ルーサンク大崎ウィズタワー、ね、皆さんがあの通っている大学のすぐそばにありますねこれね、えー、この金額が実際出てまして、えー、これ現実の金額です8600万円とであの想定年間収入は336万円ですということで、まあ、投資しませんかという案件が出てたんですけども、まあ、ここから先がちょっと過程ででもあのね 100%銀行借り入れで投資資金を賄う、これもですね、嘘ではありません。企業の投資ではなくて、あの個人のですね、方に投資をしてくださいというものなので、あのまあ、借り入れシミュレーションね、ね投資シミュレーションというのがあって、その中でですね、まあ、頭金とかは、まあ、ここでは0円にしてるんですけれども、えっと、投資シミュレーションの金利がですね、2%だったんですよ。 2%で貸してくれるんですね、うんでえっと、このマンションに投資すべきでしょうかということをですね考えてみてください。もうね永続価値が分かっているのでできますよね。永続価値を計算してみてマンション価格がそれよりも割安だったらものすごい簡単に考えると投資していいってことになりますね。まあ、もちろんですねこの想定年間収入があの少し まあ、あの実際のですねあの不動産のこのページではですね0.5%ずつ年間減ってきますよってありましたけれども、まあ、でももしもですね大きく上回っていたら、まあ、投資しても良さそうですよねはいちょっと考えてみましょうここではこのマンションの想定年間収入は減少していかないというふうに考えます計算できましたか ね、えルサンク大崎ウィズタワーの市場価格は8600万円だったんですけどもえ永続価値は、ね、この年間収入ですね想定年間収入の方うに、えーね、注目しまして借入金利が2%だということなのでえこれをですね0.02で割ってあげるだけですねうんまあ簡単ねこれで永続価値が出ます。すると 1>, 1億6800万円ですから、うん、なんと投資すべきとなりますね。<laughs> まあただしですね、あの想定年間収入の値減りは結構大きいかもしれませんよね。うん、で、そのマイナスの成長率をですね、折り込むと、えー この時のね、映像価値の出し方は、もうちょっと、あの、小テストとかでも出しませんので、も、ま、う、あ、書いておきますけども、えっ、ー、と、年間収入が毎年5%ね、あの減っていくことは、実はね、あの、下の方でね、0.05をね、足してあげればあのいいんですね。これちょっと、あの、そうなんですよ。で、そうするとですね、こてあの、出すとわかるんですけども、まあ、4800万円になるので、 全然ただしですねあの忘れてはいけないのはここまで苦しいあの計算問題がねあのにたどり着くまでのこの話をしてきたのはもともと株価のバブルがあるかどうかっていうことをその知りたいっていう話だったんですよ。 でその株価のバブルがあるかどうかっていうことについて実験経済学が明らかにしてきましたっていう話をしたくてここまで頑張ってきたんですね。でこれまでで前半なんですよということはまああのー、結局今あの、ま、あのこの前初めてですね久しぶりに、あのー、工事地価がね あの東京都内とかで下がってきたのでおそらくですねこのルサンク大崎ウィズタワーに限らず東京のの地っっっててていいうのは下ががくることが分かっていますつまりマンションの価格もねあの今ねちょっとあのマンション建てられないんで逆に上がってきてるんですけどそれもねしばらくの間だろうということでまた下がったりするんだと思うんですけどでもですよとにかくこののの集積の魅力っていうのは もしこのコロナの問題が解決したらまたやってくるわけです。もう都市っていうのもねずっと前からねあのもうあの都市学者の、ね、歴史をねあの学ぶと分かるんですけれどもあのもう都市っていうのは常に不潔な場所でねあのヨーロッパでは、ね、あの日本とかねルクセンブルクとかすっごい綺麗だけどあの不潔な場所で,でもすぐねあの病気が蔓延するんですよで。スペイン風邪もそうだったけど、ね でもまたそれがれればまた戻ってくるんですねでそれ考えるとねまたバブルがやってくるかもしれないでしょでそしたらねルサンク大崎ウィズタワー投資してどっかでバブルがやってきたらそこで誰かに渡せばいいわけですよ。このね今今私がお話ししたことが今日のこの後の大きなテーマになってきます。 さあ前半はここまでですので一旦 YouTube をね止めてえちょっと休憩なさるかここでねえ小テストえ開けて解いてみるのもいいと思いますここからは効率的市場仮説について説明をします1980年代に学会を席巻していた考え方で これはですね、簡単に言うと、市場のニュースはすぐに株価に反映されるというものです。この効率的市場仮説からも小テストが出ています。さて、皆さんはもう株価のファンダメンタルズバリューの出し方を学んでいるので、株価がですね、まあどう考えてもなんか低いなと、ね、ちょっと割安だなと、即買うべきかな、ね、考えます。 しかしながらあのねちょっとよく考えることができる人であればいや自分が気がついているのにその毎日株価をねチェックして市場の情報も誰よりも早く手に入れられるような職業的なトレーダーみたいな人がこの株が安いっていうことにね気がつくわけないですよね。でもしその割安だなって気がついたら その水準にななってるはずなんですよねファンダメンタルズが示す価格になってるはずなんですよ。ということは何かの理由でその株が低いんじゃないのその株価が低いのには何か理由があるんじゃないのということです。 株をね実際バイバイしたことないとなんかこの感覚って分かりづらいかもしれないんだけど例えばねすっごい素敵な人がこうねあの残ってたらなんかこの人すっごいかっこいいのにもしかしてなんか見えないところにすごい欠陥あるんじゃないのってねちょっと勘ぐったりすることってありますよね。 株価はトレーダーのような情報優位にある人たちが持っている情報をどこまで含んでるのというのがこのね、ここから先の話になってきます。友人エファーマという人が、えー、これから述べる考え方で効率的市場仮説というものをですね、打ち出しました。 株価は資源を効率的に分配するための有効なシグナルでありトレーダーが証券を選ぶ際には株価が市場で利用可能な情報を常に完全に取り込んでいるはずである、ね、先ほどの,あの、ね、女の子が考えていたその トレーダーダとかねそういう人たちが職業的なトレーダーの人であれば当然ですねその全部の情報をね手に入れた全部の情報を用いてあの市場で、ね、株を選んでくるわけだからそのねファンダメンタルズが高ければねその良い情報があれば将来ファンダメンタルズがね良くなるよっていう情報があればその株をね 我先に買うわけですよねしたがって良い収益力が、ね、高そうな企業の株っていうのはもうあの高くなっちゃってるはずですよとで逆にこれから悪いことが、ね、起きてくることがあの予想できるようなニュースが入ってきたらその企業の株価はもうすでに下がってるというねそういうことなんですね。でこの友人 ファーマの、効率的市場仮説にはですね、三つの段階があります。まずウィークフォームの効率性。ね、まあ、ちょっと弱いんですね。で、これは情報として過去の価格だけが市場の価格に織り込まれている状況ということで。株価を分析するときにね、過去の株価の推移を見て。 その将来の,、ね、あの株価を分析するっていうやり方がありますテクニカル分析っていうやり方があって今でもねたくさんの,あのトレーダーがこれを利用しているんですねであのテクニカル分析の,あの専門家の人私もねあの知り合い若い専門家の方ねあの私も知り合いなんですけれどもあのどういうやり方をするかっていうとこうあの平均移動するねあの線みたいなのを引くんですよ。 それでトレンドからあのこ,れこれぐらい離れてきたらこう下がる兆候ですとかね逆にこうね上がる兆候ですとかそういうのを見いだすというやり方なので情報としては本当にあの純粋に過去の、ね、価格に依存するというやり方になります。 次にセミストロングフォームの効率性ということで、セミがついてるからあのなんかね。次に来るね。実はあのフォームがストロングフォームなんですけれども、その前のですね。ちょっと強いんですね。セミストロングフォームの効率性ということで、これはですね。あの市場で結局手に入る情報は全部利用されているということなんですね。までも、あの市場で公表されている情報って今でこそもうね。 あのどんな個人株主であっても、あの機関投資家のようなプロの株主であっても、公表される情報っていうのを手にする瞬間は、今はですね、一緒でなければならないっていうことがあの決まってるんですよ。そこで、まあ、誰でも手に入るというふうに考えることができます。このようなですね、あのまあ、適時開示とかね。 あのその企業の,あの収益とかね業績に関するあの動きがあったら開示しなければならない何パーセント以上ね動きがあったら開示しなければならないとかまあいろんなあのニュースリリースとかもねあの割とこまめにこうアップデートされてますしそれからまあ,あの収,益に収益に関わるですね大きな あのニュースとか出来事があったらそれはもう積極的に開示しなければいけないということが分かっています。であの財務情報ねそれからあの、ね、利益の、ね、状況ですね、まあ、それだけじゃなくて最近ではですね統合報告書っていうのを作るっていうことがまだ義務付けられてはいないんですけれどもあの、まあ、推奨されていてですね、えー、財務 財務の,あのデータっていうのは基本的にはあの定量的っていって数字でね読めるものがほとんどなんですけれどもそればっかりじゃなくってこう数字に現れないようなあの情報もですねあのまあ文脈でね読ませるような感じでいろんなこのあの会社の中で例えばいろんな改革を行いましたみたいなこととかねえその経営のガバナンスをですねこのようにして改善しましたみたいなこととかもあの ちゃんと、ね、発表してくださいということがあるので、まあ、ありとあらゆる情報がですね結構こう大量な情報がです、ね、こう手に入るわけですねでもそのような情報がすべて株価にもう瞬時に織り込まれると考えるのがこれがセミストロングフォームの効率性ですそして最後にストロングフォームの効率性というのもありますでこれはですね株価に影響を与える 何らかの独占的な情報までこう織り込まれているということなのでこれ要するにインサイダー取引ですねあの法律で禁じられておりますねであの例えばですねあの会社の役員であれば当然ですねあの誰よりも早く企業の重要な情報を知ることができますでもちろん役員の中でもトップのですね あの本当にあの代表権を持つようなね役員ですねあの、社長ですとか会長ですかね、まあ、そういう方であれば、あの、まあ、例えば、そのある企業を買収しようと思っているとかね、逆に買収されそうとかね、まあ、そういう情報を持っているわけですよ。でもし、買収しようと思っているということになれば、その 何、ねまあ、て言うのかなそれを市場が、ね、どう評価するかによるんですけれどもあのいい買収あるいはいい合併とかね資本提携とかね、まあ、そういう大きいねことであれば株価がねパーンって跳ね上がるであろうっていうねそういうことをもし分かってるんであればあの、まあ、ちょっとねこっそり、ね、身内の人に買ってもらうとかねそういうことをすることもあります。 ね、それであのあの、まあ、過去、ね、大きな会社の,あの社長さんとかがですねあのインサイダー取引をしていたということが、ね、分かったりすることもね,ありますよね結構最近もありました。であのそういうのももう株価にはね当然織り込まれてるからその株価っていうのはもうその誰もが手に入る、えーね、インディスタース・リレーションシップ とかを反映しているだけじゃなくて、もうどんな情報もすぐに反映されているんですよ。ね、これがストロングフォームの効率性になります。この先ですね。実はこの効率的市場仮説が、あの、それほど、あの、成立していないよっていう話をですね。コードファイナンスの方からの、まあ、あの。 批判ってていうのがありましてそれをご紹介するんですけれどもね、あのー、一部ねこのストローングフォームの効率性っていうのもね一部成立してるんですよ。でどうしてかっていうとねちょっと矛盾するような感じなんだけど東京証券取引所とか、まあ、そあの東京証券取引所に関わらずね証券取引所の人っていうのはね株価の異常な動きを発見して初めてインサイダー取引を発見するんですね。 まあそう考えるとちょっとこのねストロングフォームの効率性ってまさかって思うんだけどでもやっぱりあのちょっと反映されちゃってるんだなっていうのはわかりますよね。さてこのね効率的市場仮説がえーまあなんていうのかなすごくこう日本でねあの話題になったのは1980年代なんですよ。 まあ前半ぐらいかな。で、後半にはですね、もうあの、行動ファイナンスの方々が、そんなことないっていうね、意見を出してきていたんですけれども、まあ、そもそもなんでこの効率的市場仮説っていうのが、こうね、あの、理論として、え、もてはやされるようになったのかというですね、ちょっと経緯をお話ししますね。まず、モーリースカンダール。 という人がですね、これ結構古いね、1928年から1938年というね、その大恐慌のあとじゃないですかこの486基の州の主要産業すべての株価それから小麦とか綿相場の株,、ね、株価じゃなくてこちらはね、価格変動になりますけれどもそれを分析しましたとでそうするとですね、なんとですね、株価はランダムな動きに近かったと。 ランダムだからねあのみんなエクセルであの、ね、ランダムな、ね、数って、あのー、出すことができますよね。ランダムっていうことだから規則性がないっていうことじゃないですか。ね、でその規則性がない動きに近かったってなったらその過去の株価から未来の価格変動を予測するのは不可能っていうふうに結論付けられますね。でこれがウィークフォームの効率性のもとになりました。 そして、あのー、このですね、ウィークフォームの効率性が成立しない、ね、過去の株価から将来の株価をその予測することができないということと、あのー、ランダムウォーク仮説というものが、まあ、同じことなんですよね。同じことを意味しています。で、ハリー・ロバートという人は、その乱数を発生することでね、作り出された株価と、 アメリカのの株価の動きが、ね、全く不可能だという,ふうにこれを発見したんですねで私もこの論文読みましたけれども実際ですねハリー・ロバートが書いていたアメリカの株価の動きとその乱数の動きがね一緒だったんですよで。これ確かにびっくりということで株価はランダムウォークしてるんだという、ね、結論をね導くことができたんですね。 でランダムウォークっていうのも、あのー、もっとですね進んでオズボーンっていう人がですねなんとアメリカの株価が分子の動きに似てるってことを発見したんですね。でこの分子の動きっていうのはあのーまあ、科学的にはブラウン運動という動きで表現されて、えー、これはですね一歩先がどこに進むのかわからないあの酔っ払いの動きと言われています。 うん、<laughs> すごくびっくりでしょ、ね、でそうなるともう結局その動きを予測することが全くできないっていうのがまあ分子の動きであり、まあ、ランダムウォークであるってことですから誰も株式市場で取引をすることで利益を得ることはできないよということなんですね、まあ、本当にイインサイダー取引であのー、ね。 イインサイダー情報を使って儲けた人以外は誰も儲からないってことなんですよ。で、インサイダー、ね、情報を見つかっちゃったらね、あの捕まっちゃいますしねで。ちなみにですね、この株価のブラウン運動、ね、あの株価があのブラウン運動で除述できるということが、あのオプション価格とかね、それから発生商品の理論価格を推定するときのえブラックショールズ。 の方程式というですね、あの有名な方程式によって表されています。したがって株価の理論値っていうのはファンダメンタルズから導き出されるっていうことを仮定して、その上でその動きがランダムウォークするっていうふうに仮定すると、まあ、なんとですね、次の機能株価が予測できるということで、まあ、これを用いてオプション価格とかね、そういうものが、 あの出されてるんですねそれの理論値が出されてるってことになりますからね。うんまあ本当にすごいと思いますよね。さてここで誰もね株式市場の価格を予測できないとねランダムウォークだから一歩先は分からないということでじゃ儲けることができないんだったらアナリストとか で職業的なトレーダーっていうのはね商売上がったりじゃない <laughs> そういうあの疑問が湧きますよね。この問いかけ自体、ね、あの効率的市場仮説に対するちょっと疑問ですよね。でそれに対して、ね、このような疑問に対してはグロスマンド・スティグリッツがこの市場が効率的であったとしても アナリストは価値のある情報を探すことで、まあ、一瞬ですけどね、超過収益を得ることができると、ね。あるいは、その情報が与えられていてもね、その意味をね、知ることができるっていうことですよね、総合的に判断したりとかね。で、でも、その、この当時はですね、1980年代はまだインターネットとか、まあ、あ,のあっても、こんなね、あの誰でも、本当に、 その安いコストで必ずこのインターネットにつながるとかね、無料の Wi-Fi でニュースが見られるとかね、各企業のインベスターズ・リレーションシップが見れるとか、そういうことはあり得なかったんで、情報に後からしかアクセスできないような、そのね、情報列位にあるっていう表現するんですけど、個人投資家が株式市場で儲けることは絶望的であるって書いてあるんですよね。まあそんなわけで市場 人たちをですね情報有意者と情報列位者に分けることができるということでそういった分析がなされるようになりましたちょっとねあの、まあ、余談なんですけれども、えー、私が住んでいるマンションに、えーまあね、女の方で昔ねちょっとトレーダーみたいな仕事をしていて、まあ、個人投資家で、えーねえーもうね、すごい大きい資産を持ってるはずなんですけど そのまあ株を動かすだけであの実際ご飯を食べていらっしゃる方がいます。すごいなと思いますね。今結構流行りじゃないですか。あの株を持って株のね配当だけで引退しようってセミリタイヤしようっていうねあの流行りの生き方もあるんだけど、まあ、動かしてさらにねあのまあなんていうのかなキャピタルゲインで生活しようというのはもっと上級ですからね。でそれをね個人でできる。 っていうのはやっぱりあの情報がこうねあの機関投資家じゃないからそんな集まってこないけどそれをこう読み解く力があるっていうことでしょうね。それとやっぱりこのインターネットの,あの発達によって、ね、そしてその情報開示についてのその世界的なトレンドですね、まあ、公平性を求めるトレンドによってその個人投資家といえどですねもう今やそのあまり情報列位者っていうふうにねそんなには言えないと思います。 この話が出てきた1980年代のその情報の格差っていうものは今はありませんさていよいよですね市場はそれほど効率的じゃないよというね本格的な意見を聞いていきましょうこれはですね行動ファイナンスと呼ばれる分野で、えー、まあ行動経済学の一部なんですけれどももともとですね ファイナンスの分野というのは観察でできるるデータが市場にたくさんあるわけですしたがって、まあ、実験に頼らなくても分析できたという強みがあってそのことがですねこの行動ファイナンスという分野が、まあ、あの今ね私がやってるのは実は実験ファイナンスなんですけれども実験ファイナンスに先駆けてえ発展してきた大きな理由になってます。 でそこで,です、ね、言われたのが市場の,その、ね、効率的市場仮説に対抗するようなえ、まあ、反証するようなたくさんの現象が出てきたよということでこれらをです、ね、市場のアノマリーと言いますさて市場のアノマリーからはサイズ効果と1月効果というのがとても有名なので教科書でも説明をさせていただいております。 でちょっとですね、これ読み上げるとちょっとかったるいんですけれども、頑張りますねで。まずですね、アノマリーっていうのは市場の価格形成が理論の予測と異なる動きをすることなので、まあ、これはね、ちょっと覚えておいてもいい単語ですね。アノマリーの、ね、日本語訳がないんですよね。アノマリーはアノマリーです。 サイズ効果というのがサイズエフェクトなんですけどねこれですねあの小型株と呼ばれる時価総額の低い、ね、この中小企業みたいな、ね、株の収益率が大型株と呼ばれるです、ねまあ、時価総額が大きいですね、えー、大企業の株よりも高いということですでこれはなんかすごい不思議ですよねその収益率はその、ね、時価総額と関係がないみたいに思うじゃないですか まあ実際に理論的にそれを説明することはなかなかできないわけですよ。でしかしながらこれ広く、ね、あの観察されます。でこのサイズ効果っていうのがですねあの1月効果季節アノマリのですね一つですけれどもこれとも関連で、ね、見つかったのでちょっと紹介していきましょう。ええー、ねこの英語のね名前なかなかね読めないんですけども。 ロゼフキニーですかねえ、まあ、この人たちが、ね、1904年から74年すっごい長い、ね、期間のナイセって読むんですけどもニューヨーク、ね、証券取引所ですね、はい、でここの単純平均インデックスの1月の収益率がなんとですね3.5%もあるとこれがですね2月から12月は0.5%しかないからめちゃんこ高いですよね。3%も収益率が高かっったらびっくり ね、でこれがです、ね、中小企業株の収益の高さによるものということを発見したんですね。でこの発見に対して、えーねまあ、理由を、ね、考えたんですけれども、ね、このちょっと読み方ちょっとわからないんですけどもレ、ね、イガンなんですかねこの人がです、ね、この中小企業オーナーが節税で、ね、年末に自社株を売って1月に買い戻すからだろう。 ね、なるほど確かにちょっとありそうねあの自社株をねあの売っといて買い戻せば当然ね、うん、みんな中小企業のが一斉にそうすればねその可能性ありますよねただですねこのような見方に対してこの加藤さんという方とねえー、ともう一人のねちょっと読めないです、えー、この方がですね1985年にね えー、日本にも1月効果がありますよ。ね、しかしながら、まあね、要するに1月効果が認められたんだよね。1月にはね、周期率高かったのね。でもそれが、どうもですね、その税制上のことから来てるんじゃないんじゃないかっていうことを言ってるんですね。で、2つ理由があって、日本の個人投資家は、まずキャピタルロスに対する税制上の優遇措置,、ね、優遇措置がないと。今ね、あるんです。まあ、この当時ね、なかったんですよね。で、 えっと、それからですね企業が会計年度2位に選択できますね確かにねでしかも日本の場合大体半分ぐらい3月に終了するとこれは変わってないですねだからその1月の,あの1月のねあの何て言うの主義率の高さを、えーね、12月の何、まあ、て言うのかなアメリカでは、ね、年度末が12月だっていうことでその12月にえ自社株をね節税のために売って 売るんだとねそういうふうにはせあの理由できないよということなんでしょうね。さて、えーね、その次にですねこのねバンズですかねそれとこのリーガンマンさんかな、うんえー、このねあのお二方がですねこの内政の株価がやっぱりね理論値に比べて異常な収益率があるとそもそもね、うん。これはびっくり。あの要するになだろうな 全部高かったってことなんですよね。で、かつ、株式総額が小さいほど収益率が高いということで、これごめんなさい、教科書ね、130ページ反対のことが書いてるんですね。株式総額が高いほど収益率が高いって書いちゃってて、これちょっとね、本当に申し訳ないです。ね、これ間違いです。ね、で、あの、サイズ効果の方が正しいんですよね。うん。あの、これね、ちゃんと私も論文読んだのにね、なんでこんなこと書いたのかしら。 であのとにかくその内政の株価がとにかく理論値よりも高かったんだけどそれもよくよく調べたら株式総額が小さいほど収益率が高いといととうことだったんですねでそもそもですねトレーダーがもしもですよ効率的市場仮説が示唆するほど合理的であれば1月のね その超過収益を見越して年末にそれをね、割安に購入できるわけですよ。毎年毎年1月効果あるわけだから、ね、そのトレーダーが本当合理的だったら、1月効果のこと考えたら、ね、もう12月に、あの、ほとんどの株値上がりするんだから、12月にそれ買,買えばいいじゃないですか。だから、ね、割安に株をね、買うことができるから、その、その時に株が上がっちゃうはずで、超過収益のチャンスっていうのは潰されているはずなんですよ。 ということは、その12月にその上がらなかった株が突然1月の株にまた上がった、ね、それを毎年、ね、発見しているということ自体、そのウィークフォームの効率的市場仮説って、過去の株,、ね、株価の分析からその将来の株価の、ね、予測をして、そこで超過収益を上げるっていう、ね、それも成立しないってことを意味しています。 さて、えーね、足早にこの、ね、市場のあのまりサイズ効果と1月効果について見てきましたけれどもこれはですねあのもっとりも直さず、ね、今説明したように効率的市場仮説を、まあ、あの批判してるわけですよね。ということはその株価はファンダメンタルズプラスブラウン運動で説明できるわけじゃなくて何かあるよということになります。 それがまあ次からの説明ねこのそうですね毎年毎年1月効果があるのであればそれはおそらくね企業のファンダメンタルズが1月に突然良くなるってことはないんですよ。そして2月から12月期まではファンダメンタルズが普通に戻るとかそんなことありえない。 何、ね、だろう1月はみんなすごいやる気満々で頑張ってね業績上がるとかそれもありえないねもうそう考えると何か違うね何か違うものが作用してるはずで、まあ、ちょっとですね一番冒頭に申し上げたその株価がねちょっと長期にわたってファンダメンタルズから乖離するっていうことを彷彿とさせます。 そんなわけでですねこのいよいよ実験室における配当実験とバブルの形成というところにやってきたんですね。第2回の授業の中で価値誘発理論を導いたですねバーノン・スミス、ね、このスミスを含んだ、えーねえー、3人で行った実験ですね。この1988年比較的新しいですよね。 うん、ごめん、皆さんにとっては新しくないか。ね。はい。ちょっと歴史深い、ね、私にとっては、まだまだ最近のことなんですけれども、えー、この資産市場実験というのがですね、もう画期的でも大変な驚きを持ってね受け入れられたんですけれども、えー、これからね、説明するような内容です。 まず、ですねあの被験者はですねこれ教室の大学生だったんですけれどもすべての被験者、これをですねトレーダーと呼んでますね。でトレーダーにこう初期資金とエンダーメントとそれから資産が与えられてその資産ね、ね証券ね、要するに株式ですよでそれが与えられて、まあ、バーチャルのねでこれがですね15期または30期にわたる市場で取引されます。 でその資産ね、まあ、株式を保有しているうちは、毎期毎期ね、期末に配当として、この0、20、40、60のうちがね、等しい確率で与えられます。で、この配当金額も、それからその確率分布っていうのを はね、ちょっと難しく感じるんですけれども要するに確率分布ってどういうふうに確率がもたらされるかっていうことなのでここではですねユニフォームディストリビューションというやり方であの、まあ、全くあの均等ですよね0204060の1つがってことなので0が1 4分の120が1 4分の140が1 4分の160が1 4分の1っていうふうに与えられるんですね。 でこのことも全てのトレーダーにとって共通の情報だということです。ね、まあね、被験者全部知っているととうことですよねでそうであればですね当然この株価のファンダメンタルズは結局残りあと何期あるかということとそれから配当の期待値で与えられますこのスミスたちが行った実験における配当は平均が30になりますね。 まあ実際は三十っていうね数字は一個もないんだけれども、えー、ね四分の一かけるゼロプラス四分の一かける二十プラス四分の一かける四十プラス四分の一かける六十イコール三十ですからまあこの平均的な配当があと何回得られるかって言ったらもし三十期の方だったらね簡単ですね三十かける三十で九百ね九百円となるわけです。 とということは15 450期だったら450円ですねで、えっと、これがその株価のファンダメンタルズバリューで市場でね株価のファンダメンタルズバリューを出すのすごい大変なわけですよ。その企業の利益とかねそれからまあ,あのもう先ほどね効率的市場仮説であの学んだようなありとあらゆる情報を用いてですねその企業の実力をファンダメンタルズバリューとしてね あの出してくるわけですよねでそしかもその将来の,あの、まあ、何年も先のですね配当をその現在価値に評価するために、えーね、その割引率っていうのもねあの出してこなくちゃいけないからこれはもうとっても簡単なあの計算ではないんですよね。だからその理論値を考えることはできるけど実際計算するのは難しいっていうねそういう問題がまあ残ってたわけです。 ね、それに対してこのような資産市場の実験をすればもう理論値がもういとも簡単にね出せるわけですよね。そしてあとは実験をしてみてですね、えー、そこでのねあの株式市場まあねバーチャル株式市場ですけれどもそこでの取引ねそれを見てみて一体どういうことが起きるのかなっていうことを観察すればいいわけですよね。今バーチャルって言いましたけれども あのの取引をしたははバーチャルででないんですよね。株式がまあ何ていうのかなその実験室におけるあの株式であってですねあの証券もですねあのインチキな何ていうかな紙の証券ですよね。でさらにあの何ていうんですかねえっとその本当の株が備えている、えー、議決行使権とかね そういうのもついていませんから、もう純粋にその配当のために株を持つというところにフォーカスできるわけですよね。これは素晴らしい。さて、こんな実験を行いました。まあ、ちょっとね補足ですけれども、この27の実験のうち22では実験者が介入しない。 なので、えー、まったく、ね、自由にその、ね、株価がどうなるのか取引がどうなるのか株価がどうなるのかっていうのを、ね、見たっていうことになりますね。さて実験結果はどうだったでしょうということでさ皆さん、ね、図を見てください。 はいこの緑の階段が配当による理論値ですねまあ配当がねあの配当値って言うんですけれども、えー、配当が行われれば当然ですねあのこれはね図を見るとそうですねえっとですねこの図の下の方はですねボリュームって書いてありますねこのボリュームっていうのは取引量のことですからねえっと そしてこのピリオドの方は一番上の方を見ていただくとねこれ15期の例です。ね、でこのフィギュア9なのでこれはね9回目の実験で起きた、ね、典型的なあの例を表していますね。でこの緑の階段はですねこの配当による理論値っていうことで結局配当が1回終わればですね理論値は下がっていくわけですよね。 したがって450円から始めて次の木の理論値は420円ねでその次の木の理論値はそこからまた30円を引いて390円っていうふうになっていったわけでそれをですねこの緑色の階段で表していますちょっとね最後の方もちょっとごめんなさい本当とんどくさくてちょっと作れなかったんですけどもこれもかなり珠玉の,のアニメーションです私にとってはね そしてその後何が起きたかというと、もうバブルが起きたわけですよね。はい、それではピンクの線を見てみてください。まあこのピンクの線はですね、あのー、本当のこのねあのスミタスラの実験のこうなんかこのえ、ね、くね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 したねあの線ですね。これをこうなんとなくなぞったやつです。 でこれ理論値と比較して明らかにこのねピリオドの4期目ままででもう一気に株価が上が上ってますよねで取引もなかなかですね一番下の方を見ていただくと8885とありますからねかなりの量をね取引がされたわけですよね。でご覧くださいねこの第5ピリオドの時に突然みんなね「はっ!」って気が付くんですよねこれねなんかね。 まあこのバブルにも理由がありまして0 20 40 60、ね、えこれのです、ねまあ、どれかが起きるということですけど必ずあの同じ回数起きてくるとも,限りませんもちろんですね平均的には同じ回数起きてくるんですよ確率ってそういうことだからねだけどたまたま0がたくさん出たりとか逆にたまたま60がいっぱい出たりとかもあるわけですよ。 ね、でそう考えると、どうですかね、この4期経ったところで、そもそもあの450円を大きく上回っているっていうことを、どういうふうに説明したらいいのかなっていうことになりますよね。で明らかに、450円を超えた株価っていうのは、もう完全にバブルですよね。 そうなんです。このグラフは、えー、このね m i s の実験結果を、ね、表現する最も有名なグラフになっています。初期に株価がファンダメンタルズバリューを超えて上昇しでその後、下落するという典型的なバブルが起きるパターンなんですけれどもなんとですね、全体のうちの14実験でこれが起きたというふうに書いてますね。 だからこれ先ほどの22の実験全く実験者が介入しなかった実験においてこのようなバブルが起きたということだからね22分の14で起きたということは3分の2以上起きたってことでしょこれってすごいですよねあごめん3分の2以下だけど、まあ、ほぼ3分の2か、ね、そして残りがですね、安定的な株価が形成されるパターンが5事件あって でそれから株価が静かに上昇し続けて終わるパターンってこれもおかしいですよね。静かに上昇し続けるってどういうことですかっていうね。うんまあ、いずれにしてもですねこの、まあ、かなりあの明らかな理論値なのにあのこの緑の階段がね理論値ですよねで。それに沿った取引が行われるわけではなくてえなんとですね もう今見たようなこのピンク色のねバブルが起きるということが起きてきたわけですよねこの後ですねこの実験を通じするような実験がたくさんなされましたそしてまあ同じようにバブルをみんなが観察した後様々な条件を変えてですねバブルのあの原因を探ろうとしてきたわけですしかもですねそれはま今もまだ続いているということをね付け加えたいと思います さてこの実験における、ね、スミスらの発見を、ね、まとめておきましょう。まず、えー、経験のあるトレーダーと、ね、それから経験がないトレーダーがいたわけです。まあ、被験者もあの初めて参加した人と、まあ、ちょっとねおそらくあまり学生さんが、ね、集まらなかったのかもしれないんですけれどもあの何回もです、ね、あの参加した人がいるんですね。これはね実験を当てると本当にねあの実験者を、ね、集めるのすごい大変なのでね ちちょっと気持ち分かります、ね、でさて分かったことはまず経験のあるトレーダーが多い市場ではバブルが収,集、ね、しやすいと収束しやすいということで、まあ、それと同時に逆に経験豊富なトレーダーがですね、まあ、前の経験をね元にねバブルを起こしているということが分かったとうんなかなか、ね、面白いですよね本当の市場を見たい。 それからあのこの、ね、バブルが起きた原因ですけれどもトレーダーによる価格予測が正確ではないしかも価格の急激な上昇と下降の、ね、転換点があったわけですよね。でこれなんか一貫して予測に失敗しているということで、まあ、予測を聞きながら、ね、あの取引をしてもらってたわけですよね。そしてまあトレーダーは、ね、あの全く同じではありません。 まうまくやって儲けけたた人もいたわけですよねでそれはより良い予測者だったということでバブルをいち早く発見してそして売り抜ける、ねえー、ものを、ね、安く買って高く売るということは、えー最,低者になりね、最低者と呼ばれます最低取引と呼ばれますので最低者となったと、ね、アビトラージしたんですね。 そして、これがとても大事なのは、予測が適応的だった。これ、アダプティブって言うんですけれども、ある期間から次の期間への予測の変化の方向と、ね、それはですね、前の期間のその予測誤差に性の相関があるということなんです。つまり、前の期間の予測、 がですね例えば今より高くなるだろうというふうに思っていたら次の期間も高くなるよというふうに予測していたわけですよね。これはすごいやっぱり重要なことでこれこそがですねこの予測誤差が自己相関しているってこのピンクの字で書いているところですねこれがまさに予測が予測を生んでバブルが形成されていくというメカニズムを表していたわけです。これはすごい発見 さて、えー、たくさんねあの行われたこのスミスの始めたですね資産実場実験の、えーまあ、追随する実験ですねその中から非常にですねあの意義深いなと思える実験を紹介したいと思いますたくさんね意義深いあの実験たくさんあるんですけれどもちょっとたくさんありすぎるので、まあ、ちょっとね絞ってこれにしたいなと思います であとですねちょっと私あのこのねえっ、ー、とハルビー、えー、ラハブノゼアの実験なんですけど、えー、このねチャールズ・ノゼアは、えー、とちょっと個人的に学会で、えー、お会いすることができてといってもですね初めあのノゼアはですね日本がすごい大好きであのよく早稲田大学のですね船木先生のところに来ていてそこで初めてお会いしたんですね。 初めてお会いした時にですね私はチャールズ・ノゼアと申しますってね日本語でおっしゃっていただいてすごいびっくりしたんですけれどもあのとても素晴らしい実験をたくさんなさっている先生です。で、えっとまあ、ちょっとねあの余談で申し訳ないんだけど野ゼ,、ねえっと、ゼア先生のもとにですね3人の、ね、大変美しいあの若くてね綺麗であでとてもねはつらつとした女性がね3人もいるんですよ。 でまあ,あのそのうちの一人とはね私もちょっとあの結構、まあ、何回もね学会で会って結構仲良くしていただいてほ、まあ、本当に素敵な人たちなんだけどね、まあ、チャーリーズ・エンジェルって呼ばれてますこのチャーリーズ・エンジェルがねみんな分からないと思うんだけどねあのもしお父さんの世代お母様の世代の方でね、まあ、それでもちょっとわかんないかもしれないんだけどあのまあなんならおじい様、ま、おばあ様の世代でねチャーリーズ・エンジェルってなんか知ってるっていうねあのまあ あったまあいいやねあのまあそのチャーリンズ・エンジェルの話はちょっとググっといてさて、えー、彼らはですねこのスミスらの実験と全く同実験で15期の資産取引をやりましたそして、まあ、観察することをですねあの、まあ、ちょっと変えたんですね でそうすると、ですねまず彼らの予測はまず現在および過去の市場における傾向に基づいていたと、ねえー、ウィークフォームの、ね、効率的市場仮説、ね、成立しないじゃんということですねそして、面白いのがほとんどのトレーダーは最初に市場に参加するとき、ね、市場の低迷を予測することはないということなのでこう市場はねきっとこう高めに始まるだろうということですね面白いですよね、これもね だってね、理論値で考えたら、明らかにこうどんどん株価は、ね、下がっていくということは分かってるはずなのになんかこうね、市場はこう、ね、ちょっとこうあの、好調にね、始まりますみたいなね、うん、そういう予想を立てていたということですね。そして、えーまあ、同じようにですね、経験があるトレーダーというのも、ね、導入してるんですけれども、ところがですね、経験があるトレーダーも市場のピークと、 ねまあ、要するにあのピンク色の,、ね、あのこの線がうんがーって上がってったところですよねそれとそれからですね交代が起きるまでの残り時間を過大評価してるということで、まあ、ピークがあってから交代し始めるまでが正確に、ね、予測できれば、まあ、じゃんじゃん儲けられるわけですよねでもその残り時間はまだあるだろうということでちょっと過大評価する傾向があったということなんですよねこれなかなか面白いやっぱりねあのさすがのゼアだなと思いました で結論としてはですね要するに将来の価格変動の予測にはその彼らはですねビリーフを用いてるってことなんですよで。それはもちろんね過去の市場における傾向に基づいてるんだけどそれによってその予測について自分たちの信念を作ったということなんですねそれを用いてあの、ね、取引をしていたということが分かったということです。 したがって、まあ、若干繰り返しになりますけれどもトレーダーは明らかに過去の価格変動から将来の株価を予測していたということになりますからこのウィークフォームの効率的市場仮説これは市場の過去のデータはすべて現在の価格に織り込まれていて将来の株価に影響しないというふうに、ね、表現することもできます。ここここれれはは成立しなないいいということととううが分かったでですすもう偉大な、ね、あの発見ですね さて、その後も次々とですね、実験ファイナンスを用いてですね、このね、えー、面白い発見がされています。例の税プロット。ね。えー、このね、バブルになることが分かっていて、価格を吊り上げる。ね。まあ、そういう人たちがいるわけですよね。そういうその合理的なバブルの生成と、いや、バブルが予測できないから、ね、バブルになっちゃうと。 ね、そういう非合理的なバブルの生成っていうのが2つあるということでこれを見極めるためにその一旦ね買った株を転売することが絶対できないという決まりを作って投機、まあ、が不可能ですよねそしたらねそういう状況を作ったんだけどもそこでもですねバブルとクラッシュがあったということなんですよ。ということはやっぱりバブルはそのね あのま、経験したトレーダーによって作られたものではなくて完全にです、ね、非合理的にも発生するということが、ま、証明されたわけです。これもすごいよねそしてです、ね、この廣田アンドサンダー廣、ね、田先生廣田真一先生ですけれどもあの、ま、昔からです、ね、もう本当日本の実験ファイナンスのパイオニアです。 ね、この先生がですね、まあ、長期取引のできる市場を形成すると、ね、バブルが起きにくいということでこれもっとね30期とかじゃなくてもっとうんと長い木をねあの取引するとバブルが起きないことが分かってますねこれがねあのびっくりするぐらい長いんですよねえー、っとね確かね150期とかねそういうめちゃくちゃ長い木やってもらうんですよそうするとなかなかねバブルが起きないっていうねこれはすごい面白いですよねだって 直感的に考えたらですよ長期取引ができるんだったらその間になんか、ね、うまくこうバブルが起きたらそこで、ね、高く売って売り抜けちゃえみたいな人が出てくるはずなのになんか意外と、ね、逆にバブルが起きにくいってことなのでやっぱりこう、ね、バブルっていうのは短期勝負ななのかなって思いますよねまずです、ね、この売り控え効果って何、ね、売り控えって何ってことなんですけれども。 これはですね、あのまあこのシェフリンスタットマンのその1985年の論文のこの冒頭の言葉に表されているんですね。この紫色の文字を読みますけれども、株式市場の商社は早く売りすぎ、敗者は株価の下げ局面で長く株を持ちすぎる。今言った紫色の部分ですね。これがあの売り控え効果というものです。 特にこの株価の下げ局面で長く株を持っている、なかなかみんな売らないということです。でこれについてです、ね、シェフリー・ステッドマンはあのどういうふうに、ね、言っているかというと、それはですね損失回避という、ね、あのものから来るんですよとで。損失回避っというのはあの、まあ、コードファイナンスの方で。 超有名なです、ね、カーネマンドトバスキー一番最初の第一回のですね、実験経済学と高度経済学の違いのところでね、ちょっと高度経済学について説明したときに出てきましたよね。この2人が、えーまあ、発見したね、プロスペクト理論っていうもののね、帰結として、その、まあね、喜びと悲しみを比べたときに、 悲しみは喜びの2.25倍っていうのを、ね、見つけたんですよ。ね、でそういうことがあるとねあのみんなもう何もしたくないってなるんですよね。例えば何かするともう何かしてうまくいった時はいいけど失敗した時はその嬉しかったことの2.25倍の悲しみがあるとねうん。ね。そうしたらもう現状維持で動けないよということなんですよね。 うんそうそうあのまあ要するに何だろうな例えばねこう人を好きになるとねこう恋愛をして、ね、そしてその人とねうまくいったらすっごい嬉しいけれどもその失恋してしまうとですねその2.25倍悲しいとね立ち直るのにね確かに時間かかります、ねまあ、そういうことですであのそういうねあのことが分かってたらもう動けないじゃないですかだからもう現状維持 ということで、この現状維持のあの心理から来てるんですよというのがえこの解釈になります。このね、あのこのプロスペクト理論に関してはもう第5回の授業で扱いますので、ちょっとこれ以上はここではね説明しようと思いませんけれども、えちょっとね楽しみに待っててください。さあ次にですね、この、うん、ラコニソックかな。 アンド・シュミットこのシュミットという方、すごい有名なんですけどもねえ、このトレーダーはですね、株価に情報が反映されていると考えて、ね、で自分がですね、良い情報を持っているトレーダーがですね、この会社について俺、はちょっといい情報を持ってるぜっていうトレーダーがですね、株価がピコンって上昇したら、おなんとですね、俺の持ってる情報が他のトレーダーに知れ渡ってしまったよと思って、これがさっさと売らねばと思って売って、 で逆にですね株価が下がったときは、あれ、なんか株価下がってるけど、俺が持ってる情報をみんなもまだね知らないんだねと思って持ち続けると、でそういうねあの仮説を立てました。うん、な,なるほどねということで、これはですねトレーダーのあのまあえっとですね自信過剰とかねそういうこととちょっと関係があるんですよね。 まあ、いずれにしてもトレーダーが自分のビリーフに基づいてねあの取引をしてるっていうさっきの,、ね、あのノゼアがあの関わってる論文で出てきた、ね、結論と関係がありますよね。さあ色を、えっと、ね変えてあるのはねこのハリスはそうじゃなくて安くなった株を売るとね取引,取引コストが割高になるからだよっていうねちょっとシンプルな説明をしています。 これもね確かにねねあると思うんだよねあの私ねちょっとシンクタンクで6年間働いていた時にあのその頃ですね日本国内の債券市場が全く活発でなくてであのなぜかですね債券の記載をする時に日本企業が外国市場を使っていたんですよ。でそれについてですね当時の専務に和田さんどうしてなのを調べてって言われて。 それをですね。調べた結果、日本のあの債券市場の取引コストが高かったからですっていうのをですね。発表したんですね。まあ、発見してまあ、レポートしたんですよね。でまあ、そしたらですね。まあ、そのまあ、そうですね。まあ、今も時効だから言っていいと思うんですけれども、日本のその債券の発見市場の取引コストが高かったのですね。日本の銀行のせいだったんですよ。まあ、それで銀行系シンクタンクだったんで、まあ、その外には発まあ、これは発。 発表できないねということで社内費、ねうん、ということになって、まあ、大変残念だねせっかく調べて、ね、本当のことが分かったのに外に発表できないよということでですね私はこの,ねあのこのようなことがです、ね、何回か続いて、えー、その会社を辞めることになります、ね、ちょっとねつ、うん、辛くなっちゃったんだねそういうねで、えーまあ、その私の,あの身の上話は置いといて このハリスの意見は、ちょっと正直、あの、まあ、あの、高度ファイナンス的なことではなくて、理論的に考えて、あの、企業が合理的だから、まあ、企業というか、あの、ね、機関投資家が合理的だから、そういうことになったんだよ、ということですよね。なので、色を変えてあります。 売り控え効果に関してはテレンス・オディーンの業績が非常に大きかったんですね。彼は大手のブローカー企業の1万口座の取引記録を分析してなんとですね、このトレーダーが株価が下落している時に損切りをして、まあ、損切りってやっぱり大事な行為なんですけれども、まあ、敗者になると、ねまあ、要するに損切りしたってことはちょっとこの株はもう、ね、あの買って自分は失敗したよってことになっちゃいますよね。それよりも、 保有し続けることを、ね、好むということととを好むいうたがって売り控えるってことなんですけどその後ポートフォリオが悪化してるっていうことは発見したんですよね。まあ、これって結構闇が深いというか面白いですよね。まあ人間ですからねブローカーもね。あのまあ合理的に判断して例えばそのあこの株はね例えば買ったけれども失敗したと思ったらもうすぐに損切りして。 あの損失をね小さくするっていうことがすごい大事なんですけれども人間ってなかなかそれができないなぜならば持っていればねあのその損失が明らかにならないでしょそのうちに上がるかもしれないじゃない何かね好転してだからその小さいねその株価があの急に好転してね結局上がってまあ例えばその損じゃなくてまあギリギリになったね プラマイゼロになったところで売るとか、そういうことをこう願って、こう売り控えると、ね。まあ、それが分かったってことですよね。すごいな。それでは今日のまとめです。株価の理論値は将来生み出すキャッシュフローの合計の現在価値であり。ファンダメンタルズバリューと言います。 F ファーマによる効率的市場仮説によると市場のニュースはべて株価に取り込まれており情報列位者が利益を得ることは不可能であるしかしながら効率的市場仮説と矛盾する1月効果やサイズ効果などのアノマリーが存在している。 市場のバブルを実験によってバーノン・スミスらが確かめたところ理論的な配当金額によって、えーね、導き出されるファンダメンタルズ・バリューを大きく上回ってからクラッシュするようなバブルが確認されたしかも予測の誤差と次の期の予測が自己相関をしていたということで、えーねまあ、正直この効率的市場仮説は成立しないということが分かりました。 この後の実験で、結局ですね、実験の中で過去の株価を分析して、そしてその分析に基づいて予測を決めていたということがね、はっきり分かったと。しかもそれについて自分のビリーフ、ね、信念があってですね、その信念に基づいて、えーね、取引をしていたということなので、まあ、バブルの生成のメカニズムがある程度分かったというところです。 このほかにはですねコードファイナンスによってトレーダーの売り控えとかが明らかになっていまして、まあ、トータルで投資家は、えー、それほど合理的ではないということが分かったということになります、まあ。要するに株価のバブルというのは存在するということが分かったということです。そしてそのバブルのメカニズムとしては、えー、予測ねその株価がどうなるかということについて投資家がビリーフを持っているということがどうもですね要因だということですね。 さあいかかがだったでしょうか、ね、株価のファンダメンタルズの勉強から始まって一体、ね、株価にこうバブルが生じているのかどうかということについて今までですね学者がどのようにこう調べてきたのかどういった議論があったのかということをですねこう見てきましたちょっとですね今回は、まあ、長いビデオになったかもしれませんけれども え楽しんでいただければね、あのー、幸いだなと思います。そしてですねあの実はえ今回はこれに関するアンケートというのとそしてですねあの小テストが2問出ていますので、えー、ちょっと解いてみてください。よろししくお願いします